私カブトムシやってるからヒノキって聞くとそれしか見えない国産のカブトムシは第3号まで誕生してます。おーすごい、カブトムシ飼育って、あ、来た、ちょっと待って、めっちゃ油断しとった。やば、来た。初めてじゃない、1回の配信できたの。終わったわで、倒さんように殴らなきゃいけないわけだろ。レベル50じゃろ。ちょっとね、倒しそうな 気がするんよね。うえうえってなるよ俺今。いいじゃんこれ。雪降らしでさ、削っていこうよ。最低の配信していこうや、これ。これマスボコースかってワンチャンありえるよね、マスボコース。来た、ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。ダークライのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ありがとうございます。次からは色違いある性質の続きからやっていきたいかなと思います。それじゃあ皆様ありがとうございました。おつしばでした。じゃあねー。